米大リーグアスレチックスに4マリナーズ24日オークランドコロシアムマリナーズの菊池雄星投手は24日日本時間25日敵地でのアスレチックス戦に先発し6回3分の0を投げて4安打1失点3三振の好投で4月29日のアストロズ戦以来となる2勝目メジャー通算10勝目を挙げた。試合後のオンライン会見での主な一問一答は以下の通り、7回の交代時に背中の異常を訴えていたが、全く気にしないというか、心配しないで大丈夫だと思います。もうトレーナーのチェックも終わっていますし、何も問題ないと言われています。西武時代に何度か釣っているなぁと思いながら投げ続けていて、2、3ヶ月投げられないというのがありました。そこと同じところが張ってきたので、ちょっと大事を取ってという形になりました。体調不良で登板予定が変更となったが、何だったのかは、ちょっとまあ言えないですけど。問題ないです。一日ずらしていけるくらいの、そういうものだということで。投球を振り返って、これだけストレートが腕を振れていたのは久しぶりというか、今年に入って、もしかしたらメジャーに来て初めてかもしれないですけど。やはり、ストレートでカウントを取って、ファウルで誘ってというのが本当にできました。カットに頼ることなく、ストレートでいけたというのは、また違った形が出せたのではないかなと思います。ウッディ、投手コーチや監督からも、気持ちの部分で攻めていきましょうという話はされていました。約1ヶ月ぶりの2勝目だが、ここ最近、ずっと長いイニングを投げられていましたけれど、やはりチームが勝たないと本当の意味で喜べないというか、自分の仕事はしたとはいえ、チームが勝たないとロッカールームの雰囲気も暗いままですし、そういう意味では自分にも勝利がついて、チームも喜べるというのは、久しぶりなので、やはり嬉しいです。これを自信にして、また来週も頑張りたいと思います。球審の判定が厳しかったが、審判に関しては本当にコントロールできないことです。毎試合、癖があるというか、その人なりの特徴があるなぁ、という感じで割り切ることが大事かなと思っています。ボール先行になっても4つの球種で何でも使えるというか、そういう自信が今はあります。バタバタせずに、カットがダメならまっすぐとか、スライダーとか、そういう使い方ができるという心の余裕が、最近は持てているのではないかなと思います。6連敗中の先発だったが、そういう気持ちもありましたね、止めたいという。クラブハウスの雰囲気も、負けが込んでくるとちょっと暗くなりがちですし、離脱者も最近増えてますから、そういう流れを止めたいという気持ちはありました。オークランド、アスレチックスは特にア・リーグ西地区、首位を走るチームですから、そういう意味で初戦に勝ててよかったです。手もつっていたのか、はい、4回くらいから。手がつっているなと思ったのですが、6回くらいから背中がつってきて、ちょっとまっすぐを投げると怖いなという感じが7回に入ってあったので、球速もちょっと落ちていましたので、怖がって投げるよりは次のピッチャーに変わった方がいいなと思って。大リーグ通算10勝目となったが、そうですね、3年目で10勝ですからね。ずいぶん時間がかかったなという感じですけど、遠回りした分、どうには詳しくなれると思うので、しっかりここから勝てるように頑張ります。